洗ってもらって。みんな分かりやすいから飲みすぎたらまだね。飲み物どうしますか。お茶。はい、冷たいお茶で。はい、わかりました。冷たいお茶2つ目、はい、1、2択様。これ豆ハマグリって言います。アサリみたいな大きさですね。今直前に出し取ったっていうか、貝に詰めて殻から外したんで、まだ本当に変な 雑味がないと思います。うん、どうぞピークちゃん。 OK。 失礼します。どうぞ。タコですね。その後ニラコです。失礼します。久しぶりです。ありがとうございます。ハマグリもね、いいお出汁が出て、ちょっと胃の中あったかくして、すぐ焼けてきそう。それ直前になったら常温に出し戻してね、はい、冷蔵庫入れといて、多分すぐ焼けるから、多分なんとなくそんな気がする。とイカからね、今アナゴとか良くないんですよ。もうアナゴ僕も今使ってないんですけど、五島のアナゴずっと使ってて、うん、あっちの方のは今使ってないですね。五島はあマグロがあるのかな。マグロ長崎行きとかあっちの方で、今日のは僕買ってきたのは青森なんですけど、タッピのマグロなんだけど、そういうのって年単位でこういい悪いってこう移り変わっていくんですか。そうですね、やっぱ時期によって産卵後の、あそこは今産卵して産卵後だとか、こっちは水温上がってきたからいいよとか、今年はなんかあっちの方に魚が流れてるねとか、回遊してるか、あっちに回遊してるよとか、なんかいろんな情報が入ってきますね。頭の中入ってる、頭の中入るし、仲買いが全部仲買いさんが教えてくれるんで、そうですね、やっぱ情報ですよね。やっぱ仲買いさんとかでも、なんか品物がずっと悪くなってきたなって時は他のところに切り替えたりとか、あんまり高くなったな、あんまり物すごい悪くなったねとか、あんまり言わないようにしながら、うまく買いながら、お互い人間なんであんまり言い過ぎるのも良くないし、まあ悪い、本当に悪い時は言ったりしますけど、朝行ってもやっぱ取っといてくれるんですよね。豊洲行っても南波さんにはこれ用意しといたって、もうみんな他売れちゃったからって言われて、だけどそれでもやっぱり良くない時とかもたまにあるんで、このレベルはもううちじゃちょっとあんま使えないんでっつって、今日は茨城とかあっちの方ですね。あっちの目光、うん、白いかです。どうぞ、先こっち食べちゃった、うん、写真撮って、うん、うちの最初の一貫、名刺狩りの一貫です。
啊，就是，像他的名店一样，那个鱿鱼。ねっとり柔らかくて、溶けるようなイカです。感觉很软。うん、どっから来てるの？中国。あ、上海。上海からね。上海もお寿司屋さん増えたね。哦，上海现在的话，那个寿司店比较多是吗？寿司木村、うん、木村さんも行ってるしね。うん、木村さん行ってあげてっつっといてね。あの木村さん僕友達だから。あ、うん、木村寿司木村的话，他的非常好的朋友，所以。彼はきっといい仕事をしてるから向こうでも。あ、でも木村さん、木村先生の工作に。うん。他非常。予約はとても難しい。あ、難しいんだ。うん。ね、なんとか言ってあげてください。有時間的话一定去一下。好，谢谢谢谢。スズキでもちょっとサイズがちっちゃいスズキですね。復古って言います。でこの時期だけですね、使うのも、うん、はい、ちょっと珍しいです。本当初夏スズキってなんかもっとね、黒っぽいイメージがあるんですよね。グレーっぽいなんか色がして、なんか黒いイメージがあるんだけど、これも本当綺麗な飴色というかね、すごく味が濃いスズキです。こうやって握っててお客さんの反応を見るのもね、やっぱり僕も勉強になるんですよ。あ、相当喜んでくれてんなみたいな。うん、お客さんの反応を見て、あ、これいけるな、これちょっとこれしばらくやってみようとか、そういうのも結構考えたりするんですよ。ちょっと微妙に調整して、あ、これでお客さん喜んでくれるかなって言って、お客さんの顔を見ながらちょっとメニューちょっと考えたりもしますね。うん。味です。これもドンチッチっていう浜田、島根県浜田の味で、その中でうちの仲買がまた酔ってくれてるんですよね。その中からまたさらにいいとこだけ出してくれる。どうぞ味。鳥貝ですね。能登の鳥貝ですね。本当に綺麗ですね。本当に味もそうだけど、これも黒く光ってね、黒光って、本当美しいです、ね、美しいって言葉何回も使っちゃうんですよね、自分で寿司に行って。本当綺麗なんで握りながらストレス発散してるんですよ、はい、ネタがいいから、ネタが美しいから。これでね、ちょっとでも汚かったりするともうイライラしてくるんだけど。鳥貝。ちょっと大きいです。あの通常のね、お店の鳥貝に比べて大きいと思います。通常だとね、2貫取りか、2貫で取っちゃうかな、このぐらいのサイズだと。他も1貫で握ってます。鳥貝。あ、いいっすね。これね、いい口に残りますよね、いい余韻がね。これ変な鳥貝だとね、綿がもう身にくっついて臭いような鳥貝あるんですよ。綿臭いやつとか、ああいうの食べると嫌いになっちゃうんですけどね、こういう鳥貝だと好きになりますよね、貝が。美味しいって言ってくれてるから、上海の人に広めといてって。
这个如果好吃的话，跟上海也多多说一下这个人很好吃。他的太难预约了。他的很难预约。啊，もうすでに人気ありすぎて予約が取れないです。それ余裕で。とんでもないです。それ余裕だ。手が真っ赤になっちゃうんですよね。手が真っ赤になってシャリも赤くなっちゃって、すごい、これこそ赤シャリですよね。本当そうそう、姉妹すごいでしょ、手がこんなになっちゃうんですよ。手が真っ赤になっちゃう。それでもやりやすそう。好きなすんじゃないの。乗りください。タッピのマグロですね。タッピの一本釣りのマグロです。ね、この時期に珍しいです。全員大谷ですか。嬉しいな。嬉しい。次がウニですね。ウニは利尻、今日はレブンだな。レブン島のウニです。まだ始まったばっかりです。このカネシンっていうところのウニを使ってますね。利尻の、あ、レブンの。一番乾きがいいんですよね、ここのが。はい、あのそんなに水分がビチャッとしないです。すごく濃厚な味が広がります。海苔にも負けないぐらいのウニの味です。カネシンの桃箱って言うんですよ。桃色の箱で、今このバフンが今僕の中では一番美味しいと思ってますね、このバフンが、うん、いろんなね利尻のバフンにあるんだけど、箱に入ってるやつとか、うん、これが一番こうなんか味が濃いです。つい最近までずっと紫ウニ使ってて、青森とかのやっぱりあのすごく味が濃く感じますね、久々にバフン使ったから、うん、余韻もいいですよね、口にずっといい感じのウニの濃い味が残って、うん、卵で終わりですね。アナゴがやっぱ今良くないんで、アナゴ今休んでます、はい、もう2ヶ月ぐらいないかもしれないな、アナゴが。でハマグリはそんなに思いっきり火入れしてないんですよね。 できるだけハマグリの素材の味がしっかり残るような仕事をしてます。これも結構いろいろ賛否両論言われたけど、だいぶ最近皆さんおいしいおいしいって言ってくれるようになって、うん、皆さん初めて食べる味ってなんか結構何これって面白いとか言うだけであって、で徐々に徐々にやっぱ浸透してくるとみんなおいしいって言ってくれるようになって、衝撃のおいしさですか、嬉しい。でも今までずっとハマグリなんかも昔の仕事ですか、なんかずっともっと思いっきり火入れて固くしてゴムみたいにして、でこう本当甘辛いタレ作って、あの詰めたあれだとやっぱ10日ぐらいね全然持つんだけど、
なんか美味し僕の中であんまり美味しくない保存食みたいになっちゃってて、これがやっぱ一番ハマグリらしいっていうか、ハマグリの味がストレートに。お腹ちょうどいいぐらいになりました。大丈夫ですか？ありがとうございます。ちょうどいいですか？大丈夫ですか？ちょうどいいぐらいになりました。ありがとうございます。